こんにちは、アリキンチャンネルです。今回はね、ギャルキッククルスのミニヤペンモデルを紹介したいと思います。はい、今回紹介したいのはボイン737-800です。おー、いいですね、小型機です。はい、今までアリキンが集めたギャルキッククルスのミニヤペンモデルです。はい、ボイン系の旅客機は B4 ですね。ボイン747、B7、ボイン777と B6、ボイン767、はい、B3 は今までないです。そう、ボイン737は持ってないでした。はい、今回は、じゃじゃーん、やっとボイン737-800を手に入れました。入りました。おー、いいですね。これで、ギャルキックルースのボイン系のコレクションが完了します。コンプリートになりました。いいですね。はい、おー。中はこうです。はい、パーツは4つですね。ボディと左右の主翼と、あと、はい、垂直尾翼です。いいですね。では、開封しましょう。おー、やった。やっとコンプリートです。はい、じゃーん。おー、組み立て方です。はい。左右の垂直尾翼をつけてから垂直尾翼をつけましょう。それで、はい、これ注意事項ですね。はい、真っ白です。はい、ではじゃあ早速開けたいと思います。じゃじゃーん、おー、いいですね。ボイン737-800です。おー、はい、コンパクトですね。はい、ではじゃあ一緒に組み立てましょう。はい、まずボディです。いいですね。おー、はい、垂翼を取り付けます。取り付けました。おー、ウィングレットもかわいい。ちゃんと、おー、ちゃんとトスされていいですね。おー、はい、では片側の主翼をつけます。はい、おー、左のも取り付けました。おー、いいですね。おー、ランディングギアもあります。おー、中期モードですね。はい、では最後は垂直尾翼です。はい、完成しました。おー、じゃあの737-800旅客機です。おー、小型機ですね。かわいい。いいですね。おー、顔もいいですね。あ、エンジンもちゃんとしっかりシルバーに塗装されて。いいですね。おー、ウィングレットです。いいですね。ちっちゃいけど、おー、よくできてます。機体番号だけ欲しいですね。ほんと。おー、はーい。さあ、はい、今からターンテーブルで展示したいと思います。はい、ギャルキッククルスのミニイヤペンモデルシリーズのボイン737-800です。おー、かわいいですね。はい、今から、全てのボインのラインナップ を紹介したいと思います。はい、ギャルキッククルスのミニヤペンモデルのボイン車のラインナップです。まず小型機のボイン737-800ですね。
ウィングレットが可愛い。次は中型機のボイン767です。はい、次は大型機のボイン777です。かっこいい。で最後はアリキの大好きなボイン777の400です。大型機です。ジャンボ機です。では今から空港のプチジュラマで展示したいと思います。はい、空港の駐機場のプチジュラマです。今ボイン737-800が到着したばっかりですね。それから後ろに Q400 は今も滑走に向かって移動中です。はい、以上です。アイチンちゃんでした。今回はジャーキックルーズのミニイヤーペンモデルのボイン737-800を紹介しました。はい、これでアイチンのジャーキックルーズのミニイヤーペンモデルのボイン車の旅客機能が揃ってます。いいですね。はい、737-800です。おー、かわいいですね。オープニングレッドもいいですね。はい、顔です。おこうなってます。機体番号がなくて残念です。あるといえばいいですね。はい、じゃーん、これはボーイの777ですね。はい、あと767です。で最後は大型機のボーイン747-400です。おーいいですね。おお、揃ってよかったです。はい、ということでチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。